はいどうも、三河ライフの久保翔です。久保です。さあ今日はですね、久しぶりだな。久しぶり。豊橋市です。来ましたよ。久しぶりにね、ちょっと楽しみだね。ここから今からちょっと水上ビルの方にちょっと歩きながら、どっかいいお店をねちょっと探して、ちょっと一杯引っ掛けながら、でまたちょっと歩いてブラブラと、イルミネーションもやってるもんね。そうだね。してこの冬のいい感じの豊橋を見てもらえればなと思いますので、はい、早速行ってみましょう。レッツゴー。車屋ラーメン。ここのスタミナ太郎、ちょっとスタミナ太郎って。スタミナ太郎。スタミナラーメン。スタミナラーメン食べてみてください。食べてみてくださいって言いながら、後で食べとるかもしれないもんね、俺は。そうだね。あったか。クラフトビール専門。ここなの。スカッと飲んでみる。あ、もうやっとるの。うん、行こう行こう。新之助さん。いいね。いただいていい。はい、じゃあ新之助さんでクラフトビール、うん、何をやるんですか。ユズバイスで、これでSサイズだって。SML と選べるビールで。これ冬の気まぐれ。ちょっと翔さんのはちょっと濁った感じの黄色いやつで、なんかね、僕はちょっとクリアの。これが M サイズ。へえ。いただきます。フルーティーな。フルーティーめっちゃ飲みやすい。ほんと、あれクラフトビールのイメージより全然飲みやすい、うん、すっきりした感じ。美味しい。苦味がね、少ないから女の人とか全然いいじゃん。びっくり。いい店見に行け。おいいね。見てこの雰囲気、ちょっと進む。最高じゃん。ここからあれだね、 M キャンパスね。ここめちゃくちゃ綺麗だね。まあ、うん、ここで出来上がったそうだ。飲む雰囲気ね。あれだよね、外で飲めるのがいい。ちょっとね、中も映したかったけど、中は撮影 NG ってことで、立ち飲みもできるんだね、これ。それ灰皿？灰皿だ。最高じゃん。おしゃれだ。おしゃれ。なんか大人になった感じだね。もう30。今年6や。6。クラフトビールか。なんかいろいろあるね。あれだよね。なんかさ、豊橋で飲み会あってさ、時間が余っちゃったらさ、ちょっとここフラット寄ってさ、飲んでも全然。時間をこう帳尻合わせる。ああ、ここね、で出たかったらすぐ出れるし。うんね、いいむしろ飲んだ後にちょっともう一杯だけ飲みてえなってなるとさしっぽり飲むのもいいんだから。でここ来ようと思ってきたけど車屋ラーメンに吸い込まれたりするから最終的にね、うん、ここで飲んどいて車屋ラーメン。車屋ラーメン行っといてここ。車屋ラーメンマジダメありだな。うまいんだけど。週一じゃなくて禁煙って俺何回聞いたことか。誰から。久保翔から。ああ、でもね、どう、もう禁煙する、もう禁煙する。もういつの間にか吸っとるの。禁煙詐欺。禁煙詐欺。禁煙禁酒詐欺。禁酒はね、頑張ったじゃん。嘘。なんで。
それは外で飲まんって話だけでしょ。家では飲んでた。ミカワライフ。さあ、今ビール一杯新之助さんで外でね飲ませてもらうので、またちょっと行ってみましょう。ここめちゃくちゃおしゃれだったよね。あれだよね。あの落としとかないからさ。うん、本当にビールだけの値段で飲むんで、ね、美味しいビールでしょ。お、いいじゃないの。すごい。いいね、いいね。すごいっすね、これ。すごっ。めちゃくちゃ綺麗やね。そうか、田中さんあれか、カメラがあるといいね。あ、カメラがあるといいけど、まあ別になくても。ハイボールバー。なんであそこに金次郎さんおる。あ、本当だ。なんで二宮金次郎おるのかね、ここ図書館だもんね。あ、そういうこと。学べってこと。あ、そういうことか。いや、切れてればなんか食堂とかあったりとか、うん、あとクレープ屋さん、ラカフェ、うん、ああ、そうとかもあるもんで、昼のが多分にぎわってるかもしれない。夜はなんかバーとかね、ちょっとした飲み屋がちょこちょこあるもんで、夜と昼ではまたちょっとガラッと雰囲気が変わっていく。クラフトビールがここにもある。クラフトビールし、ね、出しやすいのかな、お店を、うん、クラフトビールとかの方が。赤ちょうちん端まで行ってみる。じゃあ先にちょっと行ってみる。赤ちょうちんに外れねえら。で、誰も見ない。何やかだよね。何やラーメンか飲み屋か。飲み屋でしょ。でさ、さっきのとこ見たりさ、外で軽く飲めるのがいいよ。ああ、あんまりね、長いせずに。そうそう、ちょこちょこしてる。発泡天ぷらいいね、この、こういう感じさ。うわ、ここすごいね。こういう感じいいよね。これすごい。水上ビル。これ、なに、向こうに続いてんのこれ。これがエモいっていう言葉が似合うんですけど。エモい。エモいってどういう意味。これすごいね、この今の時代とちょっとマッチしてないような。そういうこと。天ぷら、あのね、ビーズだけでいい店って聞いたこと。そうなんだ。へえ、ちょっとあれだね。あ、箱すか。そう。へえ、今何万ぐらいする。800万ぐらいする。結構高いよね。あれ、あれかな、あのオーナーが止めとるのかね。ちょ、店店、あ、店なのか、うん、そう。あれ、赤ちょちん抜けちゃった。向こう側だよ、ね、向こう側か。このまま奥まで行って盛り返してくる。ああ、そうだね。はい、こっち側もない。面白いね。おったっち。あ、ここじゃ。あ、神社さん。獅子王ってさ。獅子王はですね。あれだよね。あれなんだよ。曜日限定なんですよ。かなり呼びかけられてる。ここやっとったらよかったよ。ね、ここクラフトビールだな。あ、なんかこうやってさ、ガチャンってやるやつが何か3つか4つ並んどるだよね。ほら、あ、ほんとだ。ここやっとってるから。へえ、もうない感じ。
ち行くよ、どっち。こっちの中入ってくる。どっちでもいいよ、ぐるっと回って。そこは綺麗だもんね、さ、はい。みんな見たいかなと思って。これが何 M？ M キャン図書館とか、はい、これが最近できたの 2年ぐらい前、1年前ぐらいじゃない、1年前か、うん、できたての時にあの奥平さんがここライブしとったで、ここだよね、公園だったよね昔、うん、思い出した思い出した思い出した、あそこが本当あれだけど街中広場、そう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 、すげえ、もうめちゃくちゃ綺麗やん、すごいね、おっさん3人だよいいやん、ね、おっさん3人で何しに来たんってな、いや視聴者のためにほんとに、うん、周りは女子高生、めちゃくちゃ綺麗やん、ほんとすごいね、すげえよ。なんか良さそうなところもあるけど、また感じ？そういうチョイスがおっさんだよね。すでに。すごいね。うわあ、すげえ。なんか投射できる？ん？お前こっちだよ。プロジェクションマッピング的なことがあるんですね。あ、下にね、この白い壁にさ、すごいな、おしゃれだな、いちいちここ、やっぱすごいね、これあれだよ、シンシロ、あー、奥三河城、あれか、あのイオンに入っとるやつだ、うんうん、クラフトコール、クラフトコーラは、あれ、あ、これさ、あれじゃない、モルカフェの違うか、わかんない、こんな感じなんだよね、なるほど、あの水上ビル周辺、うん、なかなかちょっとまだやっぱね、サッカー時間なのかな、昼間の方が多分実際休みし、なんかこの新宿ビルでなんかイベントとかやってるみたいだもんね、うん、昼飲みもできるの、そう、分かんない、こういうところで、はい、ということで、水上ビルちょっと今歩いてみましたけれども、なんだっけ、 M キャンパス、うん、ね、すげえね、めっちゃ綺麗だった、うん、なんかもう高校生もたくさんおってね、 TikTok か、 TikTok か、俺らはということですけれども、はい、まあやっぱちょっとシャッターがね閉まってるところもあったりとか、昼間来るとなんかまたいいっていうか、そう、なんかカフェとかね、食堂とかもあったりして、うん、色々お店選べていい、まあ夜は夜で、うん、ちょっとした飲み屋さんもあるし、まあ、今見たら ちょい飲みかなだもんね、ちょい飲みだち、もうちょっとあっちの駅っていうか、何、新厚見線の方側に行くと、うん、がっつりこう、そうだね、居酒屋さんっていうようなお店があったりとかするもんで、またちょっとね、しっぽりと飲んでみてはいかがでしょうか、はい、皆さん来てみてください、はい、ということで、じゃあ僕たちはまだ豊橋の方をぶらりぶらりと、はい、していきますので、じゃあ次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら、さて今日の動画いかがでしたでしょうか、この三河ライフのチャンネルはですね、久保翔小葉泰造の3人で三河地方のグルメスポット遊びなどを紹介するチャンネルです。動画で紹介した情報は画面下の概要欄に載っているので、そちらもチェックしてください、高評価チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録の際にですね、ベル通知をオンにしていただくと新しい情報も通知されますので、よかったらそちらもタップしてください。あなたへの動画はこちらになります。よかったら見てくださいね。